はい、どうも、ゆうたでーす。タイトル見ちゃいましたか、皆さん。エンドレスのブレーキセットを買っちゃいました。モノロクの軽量化バージョンです。はい。まあ、見ればわかると思います。で、まあね、買ったいきさつとしては、正直、エンドレス、まあ、なんだろう。今後、まあ、サーキット走っていく上で、どんどん、まあ、パワー上げたり、タイヤのグリップ上がったり、そういうことをしていくと、まあ、運転も上手くなっていくと、それなりの走りをするわけなんで、やっぱりブレーキが物足りなくなってくるはずなんですよね。で、まあ、ブレーキに関しては、なんだろうな。まあ、純正でカツカツの容量を使ってるよりは、確実に熱容量大きくて、まあ、安心にね、走ってた方が、精神的にも、全然違うし、やっぱ、一番は安全ですよね。一番重要なパーツなんで、ブレーキって。っていうので、まあ、ちょっと欲しいなとは思ってたんですけど、でね、筑波サーキット、と走ったじゃないですか。の時に、まあ、煙になんかいつも上がるんですけど、炭化しちゃって、もう真っ白に炭になっちゃってたんで、ちょっとね、もうそのパッドも使えないし、っていう感じで、また純正でブレーキ、ローターパッドやら揃えたり、で、またダストシールとかも破けてるし、メンテナンスかけてやってくってなると、もうフロントだけで20万オーバーしちゃうんで、で、またそんな不安なブレーキにお金を投資するっていうのは、なんかちょっともったいないなっていうのもあるし、どうせだったら、まあね、エンドレス買っちゃった方がいいじゃんっていう話なんですよね。今回はそれでね、ちょっと踏み切ったんですけど、はい、そんな感じで、まあ、買ったいきさつがあるんですけど、で、まあ、そのもの自体も、ちょっとね、いい話があって、こう、新品未使用をすぐ手に入るっていう話があったので、今回はちょっともう思い切って買っちゃおうというふうに、踏み切ることにしました。はい。っていう感じです。はい。ちょっとこれからね、取り付けてもらうんで、楽しみです。でね、ホイールもね、ちょっと友達に前日になってもギリギリで借りて、アピット結構はみ出しタイヤが厳しいみたいで、ちょっとフェンダートリム、モールをつけて、10J で、チャレンジしようと思ったんですけど、これで断られちゃったらもうめんどくさいし、ちょっとなかなか作業日の予定が合わせられなかったので、なんとかね、RIA を借りれたんで、多分作業やってくれると思いますんで、カナードとかミラーとか変わってるけど平気なのかな。まあ触らない部分なんで多分やってくれると思います。はい、今からエンドレスのブレーキをつけてもらいます。楽しみ。途中経過、まだブレーキは外れてません。でかい。うわー、めちゃくちゃかっこいい。すげーかっこいい。これやばいな。うわー、このパッドの厚みとこの軽量化の肉抜き、わお、ずっと見ていられる。ディアもついたところです。めちゃくちゃかっこいい。いや、かっけー。
今まで純正はここからパッド交換できたのに、これができちゃったから簡単にパッド交換ができなくなっちゃった。ありがとうございました。かっけー。なんとアピットはこのモニターで作業風景が確認できるのです。すごいね、やってる。ZE40 にして履いてから撮ってなかったんで、うわ最高にかっこいいねこれ。最高すぎる。そういえばブレーキなんですけど、なんかちょっと白っぽくなって炭化してたっぽいのはね、なんか全然炭化してるっぽくないんだよね。もしかしたらその適正温度を一瞬だけ超えちゃってちょっと白くなったのかわかんないけど、なんか見た感じ、ちょっとブレーキそんなに詳しくないからわかんないんだけど、なんか平気そうな気はするんだよね。うん、バリ溝だしねこれ。なんか全然問題なさそう。うん、こんなに色が変わっちゃってね。こんな感じです。リアもね、これどんぐらい使ってんだろう。このパッド2万キロぐらい走ったのかな。リアはやっぱ使わないね。まだまだあるよ使える。ちょっとブレーキの感想、もうブレーキ変えて1、2週間ぐらいは経ったのかな。で、結構まあ、それからでもまあ2回ぐらいしか乗ってないのかな。ですけど、もうね、ブレーキのタッチがね、素晴らしい。なんていうの？初期からガツンっていう感じではなくて、やっぱり踏んだら踏んだ分だけ効くんで、やっぱ強く踏めば強く効
くし、ちょっとだけ踏めばちょっとだけ効くっていう、もうコントロール性抜群だね。最高。だからまあ今一応サーキットコンパウンドの CC40 っていうのをつけてるんですけど、またまあコンパウンドによってはまたさらにタッチがもしかしたら変わってくるのかもしれないんですけど、とにかくねすごい、タッチが優しい、これぞ対抗ピストンっていう感じなのかな。すごいね、本当にタッチがもう優しい優しいよ。今ね一応ちょっとね車検とちょっととあるものをまた交換しに今ガレージ山子さんのところに向かってて、今16号走ってるんですけど、混んでる、めちゃ混んでる。だからちょっとまたね2週間ぐらいはお預けになるんだけど、まあ、またちょっとグレードアップして帰ってくるんで、いや楽しみっすね。とにかくブレーキがね最高だよ。かっこいいし止まるし、多分リリースめちゃくちゃしやすいね、この感じだと、タッチの感じ、フィーリングの感じだと。もう最高です、もう最高としか言えないっす。最高以外の何物でもない。はい、いや大事に乗っていきますよ。はい、でそう、次の走行会が富士のレーシング走ってつくば2000なんですよ。富士のレーシングはちょっと純正物足りない感というか、もう恐怖心というか、ちょっとやっぱり精神的に良くないですよね。ちょっとバッチリ決めててもちょっと微妙な感じなんで、もう心置きなく踏めますよこのブレーキなら。うん、楽しみです。はい、という感じで今回は以上になります。はい。